どうもー影やんです。今日はですね、えー、意識することを増やすと魅力的な人間になるということについてお話しさせていただきたいと思います。こう意識するというのはですね、えー、意志プラス気だから意思がありますよね意思があって気気ですねエネルギーですね。えー、と意意があるものに気を えー、注いでいでくそういうことで意識するっていうことになると思うんですけども、えー、例えばですね、えー、自分の健康健康のことをこう意識するっていう場合に、あのー、運動は足りているかとか、えー、栄養は足りているかとかですねそういうところに意思を持っていって気を与えるというかエネルギーを持っていく例えばその相手のこう時間を奪ってないかとか。 相手のためにどうしたらこう相手が喜んでくれるかとかねそういうことにこう意思を持っていって気を持っていくエネルギーを与えていくということをすることによってですね、あのー、そのエネルギーですね自分のエネルギーが高まっていくんですね。でエネルギーを高めることによって自分がこう成長していくというか、えー、そういう形になっていってですね、えー、自分が成長していくことになることによってですね、えー、自分がこう魅力的なこう人間になっていくという いうことですね。で、そういうその意識することをこう増やしていくんですね。もちろんその意識することっていうのはそのマイナスというかね。あのー、マイナスな方向へ持っていくのは良くないんですね。プラスの方向ですね。プラスプラス。 思考という意味ではないですけども、あのー、そのより良くなる方向へ持っていくっていうことでそれを意識するということでそういうことを増やしていくとですね、えー、自分が成長してこう魅力的な人間になるんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は短いですけども、えー、意識することを増やすと、えー、魅力的な人間になるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう どうもありがとうございます。